機動捜査隊。機動捜査隊とは、都道府県警察本部の刑事部に設置されている、執行隊。通称は、起装隊、起草。重要事件の初動捜査の効率化及び、犯行予測による、容撃捜査によって、犯罪発生の初期段階で犯人を検挙することを、目的としている。通常は、捜査車両に2名で乗車し、担当管轄内の、日行警ら。 パトロールに従事するが、重要事件発生の際は、犯罪現場に急行し、事件の初動捜査にあたる。昭和40年代に入ると、科学技術の進歩や高度経済成長に伴う、生活、行動様式や価値観の変化に伴って、犯罪捜査にも変化が求められるようになっていた。自動車など、交通機関の発達に伴って、犯罪の広域化、 スピード化の傾向が顕著となった。また都市化に伴って人と人とのつながりが薄れ、聞き込み操作等の人からの操作も困難となってた。これらの環境変化の中で検挙率は1965年から1969年まで低下し続けていた。この事態を受けて警察庁では昭和45年度に刑事警察刷新強化対策要項を策定し、 捜査体制の抜本的な強化を打ち出した。警視庁では、1959年11月、刑事部捜査第一課に初動捜査班を設置していた。これは有効な施策と認められ、1963年には、さらに6府県に設置されるとともに、警視庁では、捜査第1課から独立して、刑事部直轄の執行隊たる、機動捜査隊として、増強改編された。 そして、昭和45年度の刑事警察殺新強化対策要項を受けて、全国配備が決定され、1971年5月までに、全都道府県警察本部への配備が完了している。24時間の交代勤務で、刑事事件、特に捜査第一課が担当する事件、強盗、傷害、殺人等の初動捜査、 窃盗事件や特殊詐欺事件の被疑者闘争事案等が発生した際の初動捜査を行う。初動捜査は警察署の刑事課や鑑識係なども担当するので、機動捜査隊が専門に行っているわけではないが、各警察本部の管内全域では機動捜査隊が中心となって行っている。一般的に機動捜査隊員は所轄の刑事課から抜擢され、さらに評価されれば、 各警察本部の捜査第一課等に抜擢される。また近年では刑事を死亡する者は、直接的に、機動捜査隊に配属される傾向も見られるようになってきている。覆面パトロールカー、一見普通のセダンしかし緊急走行時には、パトライトを屋根に乗せて走行する。サイレンツき画正機も装備しているで活動中に、隊員が、事件や事故を目撃するか、 百刀番通報入電の無線指令を傍受すると、その機動力をもって、直ちに現場へ急行し初動捜査を行う。しかし被疑者が確保されず事件が長期化する場合は、各警察署の刑事課や、本部の捜査第一、第二課、第三課、組織犯罪対策課などの担当課に捜査を引き継ぎ、再び経営ら活動を続ける。警察署の捜査員のように、 一つの事件をじっくり扱ったり、地域社会に溶け込んだ、捜査活動はあまり行わない。いわゆる裏付け捜査や、被疑者の内定捜査なども、通常を行わない。重大事件であれば、事件発生後に捜査本部が設置されるが、捜査本部には、基本的に参加しない。ただし、捜査本部が設置された直後に、多くの人員を必要とする場合には参加し、 また逮捕状執行や捜索、差し押さえなどの検挙活動に際して、各警察署等から要請があれば、その応援に従事することもある。近年、一部の警察本部では立てこもり事件に対処するため、捜査第一課特殊班捜査係に、機動捜査隊の捜査員を加えて、突入班を編成している。なお、栃木県警察では、機動捜査隊の捜査員が、 韓区機動隊を兼務している。北海道警察は、警察本部の刑事部に、機動捜査隊を置いている。その他の方面本部のうち、旭川、函館、釧路の各方面本部については、機動警察隊がその任を帯びている。釧路方面本部は、混戦地域は、釧路機動警察隊が、帯広、十勝地域は、十勝機動警察隊に分かれている。北見方面本部は、 同本部内の捜査課内に、機動捜査係を置いている。また、北海道警察札幌方面の一部所轄警察署、苫小牧、室蘭、小樽、千歳の刑事課及び刑事が課内に、機動捜査係が置かれている。福岡県警察は、本部刑事部機動捜査隊が、福岡、筑豊、筑後筑を所管し、それぞれ筑隊を配置しているが、 北九州地区については、北九州市警察ブレーカーの機動警察隊が、機動捜査隊の業務も合わせて施する、体制としている。各都道府県警察で詳細は異なるが、通常の装備は、以下のようなものである。捜査員の服装は私服である。関西方面は、一般用作業服に、装備を収納したベストや、ウエストポーチの着用が多いが、警視庁はスーツが、 多いようである。事件現場での捜査の際は、警察官であることを周知するため、起訴起動捜査の文字が入った腕章を付ける、警察本部が多く、各所属ごとに作成した野球棒型の帽子を被る場合もある。なお、初動捜査が秘匿を必要とする場合は、腕章や帽子を着用しない。腕章については、警視庁の場合、あずき地に黄色文字で、 起訴と表記されている同じ捜査員でも捜査腕章着用者は所轄の刑事。なお、広域機動捜査班は所属部署名が記され、警視庁起訴、丸には第一機動捜査隊なら一と二行で表記されている一個捜査隊の十個班のうち三個班は県境を越えた隣接区域でも初動探せを行うことができる広域捜査班である。なお上部に 黄色線が入っている場合はその人は主任クラスで警部補上下に黄色線が入っている場合は警部隊長補佐班長イコール係長クラスもしくは警視機捜隊長管理関係副隊長この腕章の規定は警視庁刑事部各課と所轄所刑事課で共通となっている軌道操作隊に属する車両は軌道操作用車と呼ばれ ほとんどが覆面パトカーで2000から 2500cc クラスのセダンタイプが主に用いられているトヨタアリオン、トヨタマーク X、日産、スカイライン、日産、ティアナ、スバルレガシー B4、スズキキザシなど緊急走行時に点灯させる回転灯は吸盤成形されたゴム磁石が底部についており助手席もしくは運転手の警察官 捜査員が手で車両の屋根に貼り付けるタイプである。警視庁では他に、大型バスボディの現場本部車、基礎101を保有している。機動隊の多重無線車と同様の車両。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。